はい、今回はね、こちらですね、これもまた珍しいやつだと思うんですけど、フォードの、モンディアのモンデオの背なんですね。これは中型クラスのモデルモンデオは市場に導入された時にセンセーションを巻き起こした。しかしそれはフォード社のマネージャーたちが期待していたのとは違っているでのセンセーションだ。当時のドイツではモンデオはワールカーではなく八方美人的なモデルであると宣言された。同クラスの日本製モデルとは何ら変わるところもないということで、あると。それでも現在このフォード社は希望の星は非常に足がかりをつけ、フォード社の赤字暮らしに明らかに貢献していたんですね。で、1995年モデルイヤーで筆頭すべきはモンデオのフォーバル V 型の気筒エンジンだ。この新型で最新式内部構造を持つ6気筒エンジンは 2.5 リッターの排気量を持ち、最高出力170馬力、6250回転を絞り出し、最大トルクは220馬力、4250回転に達する。アルミニウムを多く使用しているため、このパワートレイは重量はわずか166g しかなく、これは世界で一番軽い純国車の V 型6気筒エンジンの一つに数えられている。で、ニコルキャタライザーが追加されたことにより、このエンジンは今日特に1996年から施行されることが決定している排気圧制の標準の時を十分にまくりをしている。で、モンデオ V 力でトップバージョンにあたるギアバージョンはその新しくデザインされたクロムミケルダジエターブリッドが外見上の苦戦となっている。すべてのパーツバージョンに共通する設備は15インチ幅のタイヤ、スポーツシート、そして片面ヤダンパーを採用したスポーティーターシャーシーである。4気筒の出力は強い縛りから136馬力現状を搭載するバージョンも引き継いでまでアナップされている。全ての面で機能的だったと言われるモンデオだが、 1.8 リッター115馬力エンジン搭載者はエンジン音が多少大きく、136馬力機能はカーブにパワー負けてトラクションが減少するといった声も、まあ、伝えていたですね。それがこのフォードの、モンデオというわけなので、これは同じフォードでもドイツ、イギリス、で販売されていました。まあ、ドイツ、イギリス専門にあのフォードが、アメリカのフォードとは別でね、同じ系列なんだけど、ドイツ、イギリス用として作られていて、でそれでドイツ、イギリス用としてこれが販売されていた、車ですね。まあ、こうやって会社をモデルにする車ってのは日本だとあんまりね少ないですけど、まあ、最近トミカもね、会社のトミカとかも多くなりましたけども、まあ、逆に見方からすればこれは情けない話ですが、まあ、日本車はやっぱり外車に勝てなくなってきてるんですよね。やっぱりこう魅力の、それだけやっぱり魅力のある車っていうのが少なくなってるから、まあ、モデルにしようと思う車がまあ正直言ってあんまりないっていうのが、まあ、現状なのかなっていう、そういう悲しいところがね、待ててしまってるのかなっていうところがあるんですが、まあ、なかなか、これはこれとして非常に面白いいい車ではないかなと。というふうに思います。で、これは、そうですね、これはどこ製かというと、マジョレットですね。マジョレットの、まあ、ミニカーでして、こうちょっと独特な形をしたものがあってですね。で、この面ではこうやって、ちょっと今行き過ぎましたけども、こうやって本来は、こうやってね、サンルーフがこうついてるんですね。で、こういう作り込みなんかもあって、非常にそういうところが、この車のいいところだなというふうに、思うところで、そういうところがなかなか、気に入っている、車の一台だなというところでございますかね。まあ、車種的には本当に珍しい、今の珍しい車なんですが、まあ、なかなかこういった車というのも、面白みがあっていいんではないかなというふうにね、思います。というわけでどうもありがとうございました。